にある染め物屋さんで行われたのは、とある着物の染色。着物は通常、植物を煮て染色する草木染めという方法で色をつけますが、こちらでは植物を細かく粉砕し、お湯に溶かしたもので染める新万葉染めという環境に優しい方法なんです。で、島染めはもともと持っている色素、こっちにいるとフェルト6とはなんとその粉砕の中の 90% 色、ただ草木染めはほぼ染料が出なくて捨ててるからもったいないですよね。リサイクル着物を扱う田中さんらは、廃棄衣料から綿を育て生地を作るプロジェクトを2016年から始めました。粉砕された布を土の代わりにし、育てた綿を使ってできた生地が今日、東雲色と京紫のグラデーションに。初めてのチャレンジでできるかなと思ったけど、なんとか形にはなりましたけど、次2回目あったらもうちょっとうまいこといくかなと思ってます。今日染められた生地は着物に仕立てられ、来月18日に東本願寺の小生園での展示会で披露されるということです。京都四条大橋、町には多くの外国人観光客が訪れるようになり、にぎわいを取り戻しています。中には浴衣や着物姿の外国人観光客の姿も。リセスモという方、コトン着物、ね、シャマータイプ。They look pretty. They look beautiful. Yeah. It's pretty. It's pretty good. What I do? What's your impression? I love it. It's pretty, like really, really pretty. Like.It's cold. It's just nice. Like, I love it. 下京区にあるリサイクル着物を販売するおちこち屋にも外国人観光客が訪れていました。2002年創業のこちらのお店ですが、環境問題への関心の高さからリサイクル着物を購入する外国人観光客が増加していて、現在は6割が外国人観光客。売り上げも今年過去最高となっています。代表の田中さんは、普段着にもっと着物を気楽に着ていただきたいということでずっとお店をやっているんですけれども、13年前着物を普段着にしようと和服と洋服の垣根を越えた新しい下着の開発なども行っていました。もっともっと普段着の着物をみんなに着てもらいたいなっていう思いがすごく強くて始めたっていうのも一つありますし、で私のおばあちゃんが何でももったいないもったいないって置いてる人だったんですけれども、着物ってそうやって最後まで使い尽くせるっていうのを、それも知ってほしいっていうのがあってここを始めました。環境省によりますと、ファストファッションの流行により大量生産、大量消費が拡大していて、年間48万トンの衣料が焼却処分されています。田中さんは古着として販売するほか、販売できないものは裂いて新たに布として織り直し再利用するなどしてきましたが、消費できる量に限りがありました。捨てられる衣料をもっと生かす手立てはないものか模索。そんな中、ある試みを開始しました。こちらおちこち屋の屋上なんですけども、植物が植えられています。店舗の屋上に植えられた植物、一体これは？これが綿になる、綿花になる木です。ベランダに植えられていたのは布の原材料になる綿花の苗木。プランターをよくよく見てみると土ではありません。細かい繊維のようです。田中さんは粉砕された布を使って繰り返し利用できる土の代わりとなるエターナルソイルと呼ばれるものの存在を知りました。その土壌で綿を育てれば究極の循環になると考えた田中さんは、2016年
廃棄衣料から布製品を作る京木綿プロジェクトを立ち上げました。しかし1年かけて収穫できるのはわずか 500g で、布を完成するには至りませんでした。そんな田中さんの取り組みが少しずつ広がりを見せています。こちらになります。これどういったものでしょうかね。こちらが衣類の回収ボックスになっておりまして、こちらでお客様からお預かりした衣類の方を回収させていただいてます。京都の大手金融機関京都信用金庫では、去年9月から全店舗94拠点に衣類のリサイクルボックスを設置し、環境問題に取り組んでいました。去年の10月末から今年3月まででおよそ3トンの廃棄衣料を回収しています。同じように環境問題に取り組んでいた京都信用金庫は、先月から本店の屋上に田中さんと同じようにエターナルソイルを使って綿花の栽培を始めました。京都100年企業も多いですけれども、そうした長く持続的な開発発展をしていけるような取り組みっていうところが我々にとっても大事なところになっておりまして、循環を大変意識しておられる、大切にしておられるっていうところで我々も共感しました。田中さんたちが作った木綿の布は今はまだ無地ですが、今年の秋には京都ならではの柄などで色付けし、着物として販売する予定だということです。安いからファッションを楽しんで捨ててしまうのではなくて、もともと日本の文化であった補修をしながら最後まで使って、でまた自然に戻して、自然から糸とか色をいただくっていう、それがもともとの日本文化だったので、今のやり方でこう未来につなげていけたらなっていうのをすごく思います。未来を見据えた田中さんのプロジェクトは、世界の人々が注目する京都から着実に広がりを見せています。